105。なんかセンターあれが、ああこれあるあるなんだよね。はい、ブレーキね。はい。モードを戻しておきます。ここですよね。今ですよね。ジャダーみたいなやつですよね。そうそうそう。はい、はい、ブレーキ行きます。はい。104キロ。まあまあかな。はい。ね。スッと抜けたわけじゃないですね。ちょっとだけなんか減速度が変わったような気もしましたけど。パートレーンはね、はい、2本目からうまいな。うん。サスペンションあった時喜んだけど。うん。90、うん、まあ効きますね。はい、2発目の方がさらに効いた感じはちょっとありましたね。あったまったんですかね。でブレーキもそこそこ効くんですけど、やっぱパートレーンがガサッとこう動く感じがあって、まあ、そこの結合がもうちょっとしっかりマウンティングしてもいいのかなと思うんだけど、多分そうすると落としが入ってきちゃうんじゃないかなと思って、まあ、結局自動車ってなんだろうな、その落としとの戦いっていうのがやっぱり至るところで見られますね。まあ、でもそこは割り切ってこのシトロエンが目指す、お客さんが使う領域の快適性っていうのはまあ十分に得られてるのかなと思います。100キロ、110、105。なんかセンターあれが、ああこれあるあるなんだよね。はい、ブレーキの印象忘れちゃいました今ので、パタンっていうやつで。俺ももう一回言います。はい、70、80、90、100。あ、板っぽい感じですね。THS で。はい。ダメだ。ダメですね。ブレーキの印象忘れちゃうから、はい、板っぽくて、はい、でも効きは悪くないね。意外とこうちゃんとダンピングとかもさすがしっかりしてる感じがありましたね。でもね、パートレーンの変な揺れがないから、はい、それはシトロエンと違うね。そうですね。でブレーキはプリウスよりもちょっと板っぽいかな。まあ、THS のバイワイヤーブレーキを持ってるんだと思いますけども、ワンモーターでもブレーキ踏んだ時にちょっと板感があるので、もうちょっと最近はプリウスの5代目が少し板っぽくなくなってきてるので、その辺はブレーキフィールはもう一度こう詰めるところもあるかなと思いますけど、まあ、ただ効きもいいし、あとこうプリウスなんかで見られた一段跳びのケンケンケンというような感じはなくて、制御の方はきめ細かいなと思いましたね。ただペダルフィールが少し板っぽかったなと。で、利きは全然悪くないですね。しっかり止まります。